星抜こう。突如始まる隊員ごっこ。よし、スタッフ隊員、よく来てくれた。いきなりスタッフ隊員に問題だ。カリン隊長の動きを見て何を求めているか。いきますよ。じーっと。ほぼ正解でこっち来い。絶対にご飯のはずなのに、カリン隊長のフレキシブルな対応力が光る。常に危険予測をしながら行動することが大事だ。ここは窓だ。危険だ。ギャングに狙われる可能性がある。よし、こっちだ。過去にギャングに狙われた時の動画はこちら。ダメなやつだ。スタッフさん、リフトアップ。おい、よし、窓際まで前進だ。オープンザウィンドウ。世界を見ようじゃないか、スタッフさん。お、気配感じるぞ。やばい、ギャングだ。早くスタッフさん逃げて。スタッフさん、早く彼だけは逃がしておくれよ。せめて彼だけは助かりたいよ。撃たれるならスタッフさんだけにしておくれよ。よし、スタッフ隊員ついてきてるか。肉球を使って音を立てずに歩くんだよ。スタッフ隊員に肉球はない。よし、ストップだ。この先には外につながる扉がある。危険だ。家の子の場合は防弾設備の整ったキャリーバッグと言われるものに乗って行動しなければならない。ここはテストに出るからよく覚えていくように。そんなテストはない。次は設備のチェックだ。嗅覚を使って確認。あ、スンスン。よし、お前もやってみろ。スタッフ隊員はそんなことはしない。そうだ、その隙間をおスンスンするんだよ。なんか気持ち悪いな。でもいい。よし来い。匂いに問題なければ次は目視。何でもなかった。敵に見つからないようにそーっと覗くんだ。スタッフ隊員もやってみろ。スタッフ隊員はもうしない。そうだ、ゆっくりだ。いいぞ、覗き込むように。修学旅行の時に女風呂覗いただろう。女風呂は男のロマン。次はこっちだ。来い。スタッフ隊員、もたもたするな。チャイではない。スタッフ隊員、そっちからじゃなくてテーブルの下から来い。来る、きっと来る、きっと来る、奇跡は白く。スタッフ隊員、早く来い。あいつは一体何をやってるんだ。あ、やっと来たか。あ、おー、来る、きっと来る、きっと来る、奇跡は白く。ファイ。よし、本日のパトロールは終了だ。あとはゆっくり休んでおくれ。おすんすん。スタッフ隊員、これは危険物じゃないか。チャイ。チャイちゃんか。よし、ゆっくり休んでおくれ。なんか違う。あの子は太陽の小町エンジェル。こらこら、スタッフ隊員、休んでおくれと言ったではないか。おお、この二人また始まった。マッサージで昇格を狙うスタッフ隊員の貪欲さ。そんなことしても昇格はさせられないよ。うん、気づかれちゃってる。やっぱパトロールしすぎかな。腰に来るんだよね、おデブ司令官。私はセクシー司令官。あー、気持ちいい。最高だこりゃ。ちょっとくずそう。ああ、茶色多くなってきた。そして突如現れるこの瞬間の謎。よし、スタッフ隊員行くぞ。スタッフ隊員とカリン隊長のフュージョン。軍港を開けることを忘れているスタッフ隊員の頼りなさにファンのため息がなびく。おお、尻尾が当たる。迷惑だ。セクシー司令官。うわ、パンティ丸見えだ。汚い。マッサージ最高。ペッタクソマッサージ。ああ、ジャイちゃん危ない。ああ、ごめんなさい。何、シーズンですからね。突如火がつくブラッシング。おう、
おう。おう。ジャイちゃん、ジャイちゃんちょっと。なに？尻尾が乗ってる。5分だけお願い。5分だったことは一度もない。パンティ見えちゃう。ジャイちゃんを耕してみた。あ、スタッフさん、ジャイはいいの。すごくいいお洋服だからメロンメロンじゃないとダメなの。こんなところに綿菓子があったと思ったら毛だったもん。いやシート、いつかはこうなるのだ。なに、毛なんか大事にして。みんな、羨ましいだろう。あ、こんなところに綿飴がある。おすんすん、おすんすん、カリ綿飴の甘い香りが好きなんだよ。なんでこれ、くっせえ。いやシート、いつかはこうなるのだ。お前を老人形に。毛を貯めるという謎の風習。本日のコメントさん、ねぐちねさん、ありがとうございます。ピタゴラゴールってどこで手に入れるんですか？スタッフさんが購入したのはメルカリで中古。少しでも笑顔になったらグー。チャンネル登録をしておくとカリたちの動画が見つけやすくなるよ。そしてベルマークを押しておくと動画がアップされたらお知らせが来るよ。あなたにおすすめのとおか。シュンラルシュズラトプワー。今日の動画はなんだか盛りだくさんだったね、チャイちゃん。チャイはね、やっぱりあのスタッフさんの貞子がお気に入り。面白かったよね。カリンちゃんは？そうだな、意外と面白かったのはね、チャイちゃんのパンティー。